はい今回は日本の円安についての、まあ、解釈ということでお話ししていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います、まあ、僕とか、ねまあ、リスナー様もそうだと思,思いますが、まあ、日本国内にいるとさほどね、まあ、僕たちはそういったことを感じない、まあ、側面があるとは思うんですよ。たただそういいったことでではないんですよね あの円安を放置あのしておくとですね、ま日本があのま外国に買われるとか、そういった話なんですよ。そういったことをまあ今回、まあちょっといろんな角度からまあ考えてお伝えしていこうと思います。まリスナー様もまこのようなことを思ってらっしゃるかなと思うんで、ま何かしらお役に立てるものがあればと思うんですよ。で あのまあ、どういった角度から考えていこうかと思うんですが、まあ、大きく言ってまあ3つですね、えー、まあ岸田首相のまあ方針とか発言、あるいはですねマスコミのまあ報道の仕方とか、あとはまあ日銀黒田のえまあ発言とか、まあ、そういったあたりからね、えー、まあいろんな角度でちょっと考えていこうと思います。まずですね、えー、まあ岸田がですね、えー、言っているということが、まあ、こういったことなんですよ。 岸田首相は会議で地域経済を再生し、持続可能な経済社会を作り上げると強調し、えー、外国人旅行消費額で年間5兆円の早期達成を目指す考えを示したということで、まあ、これっていうのは、あのまあ、いわゆる外需とか、あの外国人とか外国人の,その需要とか、まあ、インバウンドっていうことで、えー、この日本の、えー、日本経済再生とかっていうことですけど、前もお伝えしたんですけど、あの ちゃんとしたね、えーまあ、僕とか一般人ですからあ、僕とかではなく、ちゃんとした、まあそのまあ、経済とかに精通している、まあ、方たちの間でも分かっていることがあるんですが、日本の経済を再生するために一つ、えー、大切なことがあるんですよ。それは何かというと、日本国内における日本国民の個人消費を、えー、促進するんですね。えー、5兆円をあのインバウンドとか外需で、えー、目指すっていうんですが、 日本国内の国民の個人消費の規模って300兆円規模なんでここをですねうまくあのまあ 動かせることの方が経済がぐるーっと良くなっていくことなんですよ。分かってるのかわからないのか知りませんけど、あのこの外需とか外国人とかインバウンドって言った方に目がいきますね。年間5兆円とか年間5兆円。どうこうするよりもであの日本国内で、えー、国民の個人消費を促進すれば300兆円規模なんでそちらの方がよほど早いんですが、なぜかこういったことをまあしないんですね。まあ、わからないでしないのか。まあ分かっていて何かね。別のっていうか、その外国の。 あのことがあってしないのかなんだか知りませんけどまあしないんですよ。で挙げくの果てにはですね円安のメリットを最大限に引き出すとかね、えー、全くなんかもう意味のわからないことを言ってるんですよ。 あの円安をですねどうにかこうにかするのが、例えば岸田とか、あと、えー、お伝えしますが、日銀黒だとかのその役割のはずなんですが、まあ、それを全然しないんですよねえ、だから円安をどうにかこうにかしてあの対処していくっていうことであれば、まあそうかと思うんですが、逆に円安のメリットを最大限に引き出すって、もう反対の方に行っちゃってるじゃないですか。で この岸田が円安のメリットを最大限に引き出すとかっていうことは、これ、言うなれば、日本政府がね、あの円安をあの容認してるとか、そういうふうにも解釈されるんですよ。あの日本政府って普通、あの円安を止めないといけないんでね、どんどん例えば、ねえー、外国人に例えば土地を買われたりとかっていうのも、外国からしたら、ですね円安っていうのは、日本のあらゆるものが安く買えるんで、えー、外国にとっては好都合なんですね。で、そういった状態っていうのは、当然良くないし、えー、そのなんていうのかな、あ うん、岸田の,あの役割とかまあ、日銀黒田の役割っていうのは円安をどうにか、えー、することなんですが全くしてないだからこういったところからも,もう何て言うんですか逆に向いてるんですよね、うん、どういったつもりで逆を向いてるのかっていうのは分かりませんけど、えー、分からず分からないはこともないでしょうね、えー、だ売国政策に、えー、まあ、突き進んでると思うんですけどまあ意味がわからないです。で こういった、まあ、例えばその岸田の発言とかがあるじゃないですか。で今度は例えばマスコミは何を言ってるのかっていうと、マスコミもです、ね、同様にこの円安を肯定してるんですよ。だから全く本当にこのマスコミっていうのも変更報道、えー、もう意味のわからない、理解不能なことを言うんですが、マスコミは例えばこういうことを言ってるんですね。東京新宿の大型百貨店、えー、あるいは浅草寺を訪れた外国人環境 観光客が円安は素晴らしい、たくさんの買い物できると笑顔で話す、えー、様子を流し、えー、訪日客が増える経済効果は23年に、えー、2兆1000億円とするシンクタンクを推計紹介しながら歴史的な円安背景に消費,消費 学像が期待されるといったことを報じてるっる言うんですが、これも先ほど言いましたけど、23年2023年、ね、2023年に 2, 2兆1000億とかって言ってますけど、あのそんなのね、えー、日本国内の国民の個人消費を促進すれば、うん、300兆円規模ですから、そちらの方が全然早いんですよ、そういう感じのことを、えー、報道しないと、でこのね、えー、何やら、えー、知りませんけど、僕見てないんで、えー、この、あの、 テレビ番組とかこれを見てないんでこのニュ,ーニュース記事しか分かりませんけどとにかく円安がいいっていうことを言うんですね、うん、そういったことを放送するんですよで例えば空港とかにも出てってね観光客の,あの映像を流してね、うんまあ、円安がいいみたいなことを報道するんですがさっき言いましたけど全く違うわけですよ。 円安っていうのは外国人にとってみれば日本が安く買えるまあそれは何でもいいんでしょうけど例えばですね土地とか建物とかまあそういったものまあ旅行とかもそうかもしれませんがそういったものを安く買えるんですが逆に逆なことがありまして僕たち日本国内に住む日本国民にとっては円安っていうのはそこからですね物価高につながっていくっていう非常に僕たち日本国民にとってマイナスとなることなんですよえこういった単純なことをですね、えー、全く報道せずになんか円安がいいみたいなそういう えまあここととを報道するっていうことでマスコミが例えばこういう円安がいいっていう、えー、ね、えー、全く意味のわからないことを報道することを繰り返すことによってですねあいいのかなと思ってしまう人も出るんですよ。だからこれあの何を言ってるのかっていうとこの円安、えー、っていうことが続くことによって あの国内、えー、日本国民の、えー、国内消費っていうのも、えー、どん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 停滞化していくし、要するにあの、まあ、経済の弱体化ということになるんですよ。で逆にですねあの外国、外国人の富裕層にとってみれば、日本が安くなってるんで、やあらゆるものが買いやすいんで、えー、買われていくっていう、まあ、そういった、えー、このことにつながってるんですね。うん、で、えー、一番なんですが、一番というか、最も、えー、おかしいと思うのが、この日銀黒田なんですよ。こののの日銀黒田っていうのは本当にあの売国 国賊で,であるね、えー、この男ね、うん、あの日銀黒田ってどういう人間かっていうと、まあその細かい詳細っていうのはわからないところもありますが、分かっている時わ分かっていることがありまして、安倍の時にですねあの黒田はあの日銀の総裁になったんですよ。安倍といえば、えー、日本ですね外国に売り払った売国土です。安倍と あのタッグを組んで、えー、安倍と黒田で、えー、売国をしてきたあまあそういったまあ人間ですだから当然日本のためになることを、えー、言わなかったりするんですが当然、えー、ここでも、えー、わけがわからないことを言ったんですがこんなことを言ったんですね この10年間にわたってマイナス金利政策、長、えー、短金利操作を導入するといった異次元緩和を続けてきた日銀の黒田総裁、えー、この局面でも悪びれる様子もなく、金利引き上げる 金利引き上げることととはないと言いい言放っていたとこれでは海外と日本の金利差が拡大するのも当然だっていう、まあ、こういったことがあるんですね。このだから異次元緩和っていう言葉に騙されてあのアベノミクスでですね日本国内のあの経済の、えー、格差が開いてですね、えー、まあやりたいことであったり、えー、ね夢であったりそういったことを。あの 諦めていた国民、諦めていた日本国民が多くいるんですよ。うん、こういったことがこのアベノミックス、えー、安倍のして生きてきたことのね、えー、一つの事実ですからで、ここにいたのがこの黒田なんですよね、異次元緩和とかっていう、えー、このね、全く、ね、意味のわからないことを言って、で、えーまあ、そういった売国奴国賊なわけですよ。で、えー 黒田も全く円安について取り組まないと、うん、でその,あの、まあ、外国からしてみればねその日本の円安っていうのは全く外国にとっては都合がいいんで何も言わないしまあそうですかっていう感じだと思うんですけどで、えー、世界と外国とに日本の金利差がどんどん拡大していくっていうねだから日本が円安でどん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 土地とか建物とか、えー、あらゆるものを、えー、旅館とかホテルとかを外国に買われるっていうその状況になって もでこれっていうのは何を意味しているのかっていうとこのまんまの状態がずっと続くとですね日本が外国にあのあらゆるものを買われて僕たちが住んでる日本ですね日本のまあ土地とか建物とか、えー、まあ旅館とかホテルとかそういうものもそうですが日本が売り払われる日が近いっていうこの懸念がされるんですよでこの最近この円安っていう問題日本の円安っていうことがまあ注目されてるんで、えー、まあ僕の思うことっていうことでお伝えしてみました リスナー様もあの思ってることがあると思いますし、まあ、細かく言うとね、えー、もっとあの細かいことがあるんですが、そういうそこまで難しいことは分からないんで、えーまあ、ただ、あまあ、この岸田首相ですよね、えー、岸田の言ってることっていうのは、えー、謎で、マスコミっていうのも、あまあ、その岸田と、まあ、日銀の黒田を、まあ、包み込むような形で、えー、その円安肯定の報道するも謎で、日銀黒田っていうのも円安対策をしないっていう謎。でこういった、まあ、あ人間なり えこういった報道があることによってまあ、日本がねどんどん厳しい状態になっていくっていうのがこれが今のあの現実だと思いますので、えー、まあこういった現実にあるっていうことをですね僕たちがあのー か考えて、まあ、日本がよ,よ,よくなっていくには、もう日本の、ねえー、国益を考えてくれる人があ、まあ、ね舵を切らないと厳しいんじゃないかなっていうことを、まあ、思うということで、えー、僕の思うことをお伝えしてみました。何かしらご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですということで、えー、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。